とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。すみません。お気づきかと思うんですけども、声がすごく反響してると思います。引っ越しをします。撮影部屋を引っ越しします。で、家具なんかをもう全部ね、送ってしまったので、ちょっとね、部屋がね、ガラーンとして声が響いてます。これがね、2日間ぐらい続くと思うんですけども、ご了承ください。すいません。今日はここ、デイリークエスト、やっていきます。ここはいけそうだね。3だけども、魂4倍になってますので、まずは魂をある程度貯めて、それから、影カバンビルドをやっていきましょう。では、行きます。それでは行きましょう。まずは、これでいいね。スタノアーマーで敵を捕獲しつつ倒していきます。うん。まずはこれがね、安全だからね。これである程度の魂をゲットした後に、あ、もうここでいけそうだね。これでいける。OK。で、ここからもう影カバンで安全に行きましょう。影カバンめちゃくちゃ安全なんだけど、ただね、あれなんだよな。敵が大連つけてたら、ちょっとやりにくい。ああ、特に大連とあれだ。やけど。あれが厳しいんですよね。これでいきます。輝くローブ。これは、アーティファクトのダメージが 50% アップして、さらに、稲妻フォーカス、火炎フォーカス入ってるので、ガシガシやっていけます。あ、ぶね！忘れてた。装備するの。で、これにね、あれが欲しいんだよね。防具に、魂が、影化してるときに、おいおいおい、攻撃するんだって。なんか、やたらいっぱいもらえるエンチャントあるでしょ。あれをね、つけたいんだよね。ちょっと待って、こっちいるかもしんないね。とにかくその、影カバンビルドの特化型を、作りたいんだけども、ちょっとその装備を今探してます。このアーティファクトのダメージ 50% アップっていうのは絶対欲しいんだよね。それプラス、雷フォーカスでしょ？そしてその、影化してる時に、魂がなんか4倍ぐらいもらえるやつ。それが、あるやつだよね。まあ、黄金スキルのやつが無難なのかな。黄金のやつが多分無難に出やすいと思うけども。まあまあ、とりあえず行ってみましょう。このエリアね、結構嫌いなんですよね。あー、いたいた。ここね、もう大嫌いな場所で、もう長いっていうのがね、一番嫌だよね。こうめちゃくちゃ長いし。OK。とりあえず最初の変更点は何でしょうか。変なのがね、つかなければ全然余裕なんだけども、変なのがつくとちょっとやりにくいんだよな。これはどっちだ？脅威か。これは脅威です。脅威じゃなくて、神秘の方が、どうかだよ。ちょっと待ってね。こっちで。いきます。あ、今、消えてるように見えないけどね。実際消えてるからね。よっしゃあ。なんだ？ん？あ、略奪者。これは OK。で、さっきなんか、大連の音も聞こえたから、ちょっと気をつけていこう。大連はね、もうほんと近寄ったら一瞬で終わるから、要注意。お、いたいた。ここでは何が出るかな？変なやつじゃなかったら嬉しい。敵の HP が増えるとかはもう最悪ね、こういう時。頼むよ。HP は増えるなよ。あ、神秘。なんだ？ま、プレイヤーの HP40% 減少。これはまあ全然大丈夫。どうせ攻撃は食らわないんだし。食らったら終わりだし。んで、まだか？あ、結構長いな、ここ。ちょっと待て。これ普通に来るとやっぱちょっと難しいわ。
あまあまあこれなら別に倒さなくてもいいんだけどね。あいいや倒さんでいいや。うん、魂4倍だから別に普通に進んでいってソウルは回復していくんでね大丈夫かな。うわエンチャンターめちゃくちゃいるな。やばいやばい大丈夫か。結構ね帯電もいるにはいるんだけどそんなね危ないところにいないから今回ちょっと楽かも。しゃこれで倒してあと1個か変更点つくのは。よし今日いいか。 OK これが4体目かな。まだいるまだいる。いいよいいよ今回は全部いるなこれ。でも普通にねこれ影じゃなかったら厳しいよこいつは。厳しい。 OKOK なんとかここ2体倒してで変更点。そうね。あいや違うこれでもう6体だ全部だ全部。うんこれ倒したらクリアしていいわ。 OK よしでこれ脅威だろ。脅威は OK でどうだ最後の変更点。え何あモブの速度が 80% 増加。あ全然大丈夫。ではクリアしましょう。あこれもうクリアじゃんだよね。うんうんもう6個全部取ってるしこれで終わりだよね。終了。 OK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  いいよいいよいいよ。うんやっぱ影カバンで敵がねあんまり動かなかったら全然余裕だもんね。これね、なんだろう、炎が出て、敵が寄ってきた時に、帯電とか、火傷だったら、マジで死ぬから、よかった。全然楽勝。デイリーさんの6個全部入手だから、これは期待できるよ。ここで出る防具はタイタンだな。タイタン。と、ソウルダンサーかなんかじゃない？防具が出てきてくれ頼む。最初の報酬は確か武器だったかな。わ忘れた。まあ、とにかく防具が出てきてくれれば嬉しいです。ここはもう何でもいいや。メイスね。ノーマル品か。よし頼むよ来い防具。おお来たー来たよ。タイタン260。タイタンは 35% 減少ついてるからこれにクールダウン1個でもついてたらすごいな。ポーションバリアがついててもいいぞ。来い。いやーまあ、変更でしょ。でたいや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 クールダウンもポーションバリアもついてない。ダメだアウト。うんちょっと今の現状じゃ使っていけないね。 HP は確かにね270万とかなりいいんだけどもまあまあそれだったら俺のねヤギの装備の方が断然いいので。これね、このヤギね。いやー、ダメだった。まあ、確かにね、タイタンの鎧の260出てきてくれたんだけども、エンチャントがダメです。全然ダメだった。はい。まあ、とりあえず、まあ、この感じで、デイリー、ソウル4倍が出たら、必ずクリアしていきます。はい。チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。影カバン最高！